買いました。ああ、確実性がほとんど。今おっしゃった元肥一泊の水筒用の肥料なので、高田が言っている野菜の肥料ではありません。元肥一泊肥料というのは、まあ、出水期に向かって肥料の具合がこうバランスよく適正によく、水筒栽培の場合、地域とか水温とかによって水肥も考えていく、ね、水肥の必要も普通だったらないよっていう形でやってたのが元肥一泊っていう。高田がやる実験の場合は有機肥料、ロング肥料、液